にあるんですかね。いや多分下 FAJ 今ほら仕分けの派遣さんたち帰ってったから、あ、あれも多分ね、うん、FAJ の仕分けの派遣さん終わってると思うんだ、っていうぐらい物火だけど物がないんだと思われます。で下に置いてあるんじゃないかと思われます。すごい量だな、枝物がね。一緒に止められる。カタちゃんいると思うんだよ。あ、いない。あ、いた。読んでいきます。はい。失礼します。はい。じゃあ。月曜日がでも一番荷物が多かったかな。今日は2台で来てますけども、本当に花が一番いなかったです。はい、オレンジとなんだっけ、オレンジと紫か。これなんだ、マスターか。はいはい、土曜日は大雨崩れるみたいですが、日曜日が晴れます。お彼岸頑張って打っていきましょう。こちら YouTube です。 YouTube なんでさっさと流していきます。あと1分か2分後に今週来週ないものの話をしていきます。ほんとこっちはざっくりです。細かく見たい方インスタの方見てください。そしてインスタも皆さん遠慮なく、途中でライブ中継中にあれ見たいこれ見たいって遠慮なく言ってくださいね。俺もこう我もこう貴重です。です。マムはまだまだ在庫が裏にいっぱいあります。では、来週少ない話していきます。24日までね、一応まだお彼岸相場です。菊全体輸入のスプレー菊は多分増えてくるでしょう。 あります。値段落ち着くかもしれません。国産はないと思います。国産のリン菊スプレー菊、ディスパッド、ピンポンマムとかそういうのは国産のはほぼないです。めちゃ高いです。
リンドウは紫系は壊滅的にないです。ピンク系は多くなって安くなるかもしれないですね、来週ね。スターチス、まだお彼岸の需要が続いております。シヌアタは多分入ってこれない、ハイブリッド系も少なくなってきてます。ソリダコは全くの入荷見が見ないです。なんでだろうね、台風が来たからかな。ちょっと聞いてないんですけど、ソリダコないんですって。カスミソウも全然増えてこないです。トルコキキョウ、来週も多分少ないでしょう。めちゃ高値で推移しております。ユリ、LA ユリとテッポウユリは少ないと思います。オリエンタルの方は安定してもしかしたら入ってきて、お彼岸ですけど安くなるかもしれないよ。バラは相変わらず短いのが中心です。日照不足で花が咲かないそうです。スプレーバラなんてほとんどないです。注文しても受けれないと思います。ガーベラ、今日なんて相対できるものなかったもんね。ガーベラなんて全然一番になかったです。来週増えるのかな、なんか一応ないみたいなことは言ってましたけどね。ガーベラもないです。ヒペリカも国産も輸入もどっちもないです。紅葉のヒペリカも全然出てこないです。秋の花、長紅葉ものはね、まあ、先週と引き続き長雨とか急の冷え込みでいいものはないです。でまたまた割れもこうがなんか全然なくなってしまいました。こんな感じです。来週も引き続きお彼岸相場で安くなる要素はないんですけども、後半安くなるかな。あと菊は安くなる、菊って輸入の菊は安くなるかもしれません。それでは皆さん来週までごきげんよう。さようなら。